早稲田の理工の問題を解いてもらおうと思って、修士号の参考論文とかの方がスッと入って全然ないっていうか分かんないです帰りたい早稲田は何を試してるんでしょうね始まりました森田チャンネルです。さあ今回はですね、新メンバーでございます。よろしくお願いします。レディースアンドジェントルマン、ヤンチムです。はい、経歴的には中学校から海外で勉強としてまして、はい、父親がベルギー人なんですけど、はいはいはい、中学校以降の教育は大学院までずっと英語で受けてまして、はい、大学の学部は早稲田の国際教育学部で、その後イギリスの大学院を2つ回りまして、ロンドン大学のキングスカレッジと、その後エセックス大学で最後修士号を収めて、はい、そんなヤンさんなんですが、今後は授業チャンネルにも出てもらおうと思ってるんですけど、お願いします。今回はですね、早稲田の理工の問題を解いてもらおうと思って早稲田の理工、まあ早稲田出身なんですが、はい、実はですね、日本で大学受験の入試問題なんですけど、はい、英語はですね、早稲田の理工が一番難しいんですよ。早稲田の理工なんですね一番英語使わなさそうなんですねそうなんですよ。このチャンネルでも数々のネイティブやバイリンガルたちが打ち砕かれてきたので、なるほど、今回は修士号まで取ってるネイティブですから、修士論文英語で書いてますからね。そうです。もう今まで学部のネイティブだからだろうとか、はい、大学院とか行ってないからなんじゃないか、できないのはっていうのが来てたんですけど、じゃあ大学院出てるネイティブだったらどうなんだっていうのはですね、論文全部英語で読んでますからね。はい、そうなんですよ。さあ自分でハードルをバンバン上げてどうしよう、解けなかったさあでは挑戦してもらいましょう。はい、ではまあ読解問題どの程度なのかですね、テクストが1、2、3っていう感じ3つあるんで、みんな撃沈するんですが、果たしてできるのかやってもらいましょう。なかなかのボリュームが、はい、むちゃくちゃなんですよ。終わるわけないんですけどでは解いてみてください。はい、テキストが重いです全然修士号の参考論文とかの方がスッと入ってる一応理系チックな内容なんですね。そうですね国際教養学部の問題の方が多分簡単ですね。あ、もう全然簡単です全然簡単、国際教養確か受験の時に僕、文系の早稲田の学部は受けないのも含めて全部解いたはずなんですよ。あ、そうね、理工だけ解いてなかったんですけど、解いてたら僕はもう心が折れて早稲田受験して落ちてたかもしれないなんていうか分かんないですマジで難しいです。これ僕医学書読まされてますよねこれ信じられますよこれ大学入試の問題そうですよね、博士課程の入試の問題とかじゃないですよね医療のプロと素人のその症状の検出の仕方みたいなのが一つテーマにはなってるんですけど、僕その素人の側なのでなんでそれを選びますか。どうでしょう、7番以降すごい手が止まってしまった9は分かると思うんで、ストラクチャーなんで、その内容じゃないんで、どういう風に書かれた文章か。はい、さあ終わりました。で、まあ実はですね、このテクストの2、3がこの後続くんですけど、はい、多分そっち読んで後に見返すとより分かりやすくなってます、テクスト1が。実はそんなことがあるんですか。僕もこのテクスト1でどうしたらいいんだと思ってながらやったら、テクスト2、3の方がもっと具体的な例になってて、より分かりやすくなるんで、ああそういうことか、だからこうなんだってなったんですけど、さてじゃあ答え合わせします。はい、いきますね。では最初1問目、はい、どれ選びました。 C を、 C、 答えはですね、D 2番、どれ選びました。
C を。正解。 C ですね。そうですね、これも明らかに、はい、2番全部に入ってるんですよね、これ。そうそうです。そうなんですよ、理由絶対入ってる。すぐ一個一個検証してたらこれ2番全部入ってるやん。そう、実は早稲田の理工ってそうなんですよ、選択肢からいくといい問題がいっぱいあります、で、僕2と1が確実だなと思ってたんで、この時点で BD 消えるんで。そうなんですよね、4とかの検証ですよね、がちゃんと文章に盛り込まれてるかどうかで。そうです、そうです。なんで、あ、4違うと思って。で、3番がどれでしょう。 D です。答えは A です。これむずいと思いました。3番のチャンキングテンプレイテオリーで、これよくわかんないじゃないですか。 この次のテクストになるとチャンクの説明とか出てくるんで、全然説明なかったですね。チャンキングテンプレイどこにあんのかなと思って、ボンどこだよ、どちょっと出てくるだけ でチャンクっていうの自体はまあ言語学でも使われる表現なんで、うんうん、後々分かりやすくなったんですよね。4番 D で、4番 B。 B か D か迷ったんですマジでむずい。パラフォービールとかなんだよみたいなね、すげえ専門用語を使ってきて、いやこれはマジでむずい。あ、5番、まあこれ文脈でやればいいんで、これは、はい、B です。はい、正解です。びっくりした、 C っていうのかと思ってまあこれで文脈でいけると思うんで、パターブっていうのがまあ英検1級とかでは出てくるんですけど、で次が BC でもやったんですけど C で正解。そうですね、recursive、 まあ recur なんでまた起こることだろうなっていうのが分かると思うんですけど、そして7番、 C です。答えは A です。まあでもむずいです。7が僕もすごい時間かかりました、これ。7最後勘でやったやつ8番、D です。正解。おね、そして9はまあ大丈夫です、ね。C。はい、そうですね。ということで、やはりネイティブスピーカーにもむずいというですね。はい。9問中5問。そうなんですよ。マジでネイティブスピーカーにもむずいんですよ、これって。ギリギリですね。自分が多少分かったのを、まあ、ホリスティックモデルとか知ってたっていうのと、あと認知科学やったことがあるんで、だからちょっと分かった。なんですけど、いやあとまあ、で多分これですね、テクス2とテクス3をやっ帰りたい。これを高校生が解かされるって考えるとゾッとしますよね。そうアカデミアにいた人たちがまだこういうこの論文の引用とかが使われている問題を読むならまだわかるんですけど、そういうバックグラウンドがない普通の18歳の子たちがこれ無理でしょう。早稲田は何を試してるんでしょうね。受験脳が刺激されますね、なんかこの受験脳、この脳が活性化してます。こんな強い敵と戦ったのは久しぶり。普段読んでる英語もっと絶対簡単なんですよ。学術の領域になぜ人が増えていかないか、なんかそこまで理由が分かってしまうんでしょ。文章を分かりやすく書こうという読者への配慮が足りない。そう、本当そうです。最初 D。 あ、はい、はい、正解 B。 お、合ってます。次が B。 来た。そうですね、やっぱこれは読みやすかったと思います。チャンクは分かりやすいと思いますね。次が A。 間違えちゃいます。 D。 合ってます。 C。 合ってます。はい、というわけでね、やっぱ後半の方がまだね分かりやすかったと思うんですけど、はい、どうでしたか感想として。でも息が切れてきました。以前別ネイティブの方が、はい、もう読みながらボーシェットみたいな感じ。そうそうそう、もう What the F っていう感じで、もうカットしなきゃいけなかったですけど、もうちょっと僕はイギリス英語の、はい、あのボーと痛いと、YouTube のこの言葉がディテクトされて、あ、罰にされられる可能性もあるので、ちょっと P を入れていただけると。本当これを日本の学生が解いてるって、もう本当ね、どっかのお笑い芸人に Why Japanese people と言ってますよね。そうですね、薄切りジェイジさん、薄切りちょっと細めの薄切りで。これどれぐらい取ったら受かるんですか。まあほぼ取らないです。だからもう他の理系科目ですね。あ、そういうことですね。英語では戦えないです。戦えない。はい、取れる問題を解くって感じですね。この読解をやってたら時間足りないですね。もういや簡単な問題ももちろん入っているので、はいはい、それを見つけて落とさないと、落とすべきじゃないところでは絶対落とさない。そうですね。だ空所補充問題とかも今回であれば結構常識的なものが多かったし、あとはですね、段落正序とか文正序っていうのがあるんですけど、くっそ難しいんですよ内容は。でもちゃんと選択肢からいくと、はい、結構楽に取れるように行ってきてるんですよね。
これだから間違えないでください。文章がむずいからむずいとかじゃないんで、考えられるか論理的にっていうのがあって、だから論理学的な問題も出てるんですよ。はい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 、なのではい、ということでやっぱりネイティブにとってもむっちゃむずいということでした、はい、ちょっとその学術的なバックグラウンド持ってる人も普通にむずいっていう、はい、むずいっていう感じだと思いますので、あ、そうだ、チャンネル名はチャンネル名でヤンチムチャンネルというのでやってるビジネスの経営のお話だったりとか、あとまあ僕の趣味なんですけど、はい、マジック・ザ・ギャザリングというアメリカで大人気のカードゲームのパックの開封とかカードの紹介とかの動画をやったりとかしているので、まあ遊んでるだけ あのチャンネルなんですけど、全くバイリンガルを生かしてないチャンネル、もうなんかカリスマ英語講師みたいな感じで今日出てきたものなんですけど、もう全然英語関係ないチャンネルやってるので、ぜひそちらの方もチャンネル登録と高評価お願いします。はい、これ今度からきっと授業チャンネルにも出てきてくれますので、よろしくお願いします。